こんにちは、サードラです。今回は日本語版のモンハンナウの公式ツイッターは X ですねの方では告知がないんですが、海外版のモンハンナウの公式ツイッターの方でアイテム配布の告知が来ていますので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。 早速内容を見ていくんですが、まあ、今回ね海外向けのアカウントになっていますので、まあ、翻訳したものを使ってご紹介していきますで内容に関してはこちらですねハンターの皆さんまたプライムゲーミングとタッグを組みます Amazon プライム会員のハンターはモンスターハンターなどでボーナスアイテムのバンドルを請求できます最初のバンドルは現在入手可能ですということで書いてありまして一応今回の配布内容っていうのが今月はちょっと渋めですねペイントボールを1つ配布してくれるようになっていますでこの Amazon プライム買い向けのアイテム配布なんですが今のところ過去に12月に開催されてから毎月月に1回配ってくれているので、まあ、これも毎月恒例の配布になってくるんじゃないかなとは思ってますで次に受け取り方についてなんですが、まあ、詳細はこちらっていう風に書いてある、まあ、このリンクですねこれに関しては固定コメントと概要欄にも置いておきますので、まあ、そちらのリンクを踏んでいただくとこんな感じでプライムゲーミングの画面に入りますでこのプライムゲーミングっていうのは Amazon プライムに入っている方であれば無料で使えるもの になりますので、まあ、これのモンスターハンターナウの画面に入りましてこのサインインからご自身がプライム会員で登録している amazon アカウントですねでログインをしていただきますそうすると少し下の方に行っていただければこちらにペイントボール獲得っていうボタンがありますのでこれを押します で、押していただくと、まあ、こんな感じでペイントボールで2024年3月23日まで利用可能という画面になりまして、まあ、ここのゲーム内コンテンツを入手するですね、っていうのを押していただくと、これは人によってコードが変わるんですが、プロモーションコードですね、をもらうことができます。で、それをコピペしていただいて、次はこちらですね、モンハンナウの公式サイトに入っていただきます。これもリンクを置いておきます。で、ね、ここのウェブストア入っていただいて、 ここのプロモーションコードの利用ですね。の横にサイン,インってあるので、次はご自身のモンハンナウと紐付けているアカウントでログインします。で、ログインしていただいて、ここのプロモーションコードの利用ですね。っていうのを押していただくと、ご自身のアカウント名とジェムの数が出てきますので、まあ、これで自分のアカウントが間違いなければ、 ここに先ほどのプロモーションコードをコピペイしていただきますね。その後にここの申し込むですね。押していただくと交換完了になりまして、あとはモンスターハンターナンを開いていただければ、こんな感じでプロモーションコード特典ということで受け取りが完了しますので、ぜひ Amazon プライム会員入っている方は忘れずに受け取りをしていただければなと思います。で、この Amazon プライム会員向けのアイテム配布ですね。過去の周期を一応確認してみたんですけど、過去2回の配布っていうのが、初回が12回、 2月月のの16 1 15日日から1月15日の間で回復薬とお散歩玉だったんでですよで次1月20日から2月17日までがハぎ取りナイフと回復薬2個っていう感じだったので一応今回のコードっていうのが3月の23日まで使うことができるのでおそらく次回の配布は3月23か3月24あたりですねから配布が始まるんじゃないかなとは思ってますで今月はねちょっと渋めな配布だったので来月はねちょっと多めになんかジェムとかなんかそういうのも 頑張ってくれると嬉しいなっていう感じですねていうことで今回は新たなアイテム配布が来ていますのでそちらについてご紹介させていただきましたこれからもモーハンナウの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいですバイバイ